自分には必ずできると信じるとスムーズに。ダイソーを一代で築き上げた矢野氏はネガティブ思考の塊である。医師である父親、貧しい家からは診療代を取らなかったと兄と違い、自分は大学二部卒で兄から借りた金で会社を再建できず夜逃げ、転職を繰り返す日々、家を放火されて倉庫も家も失うなど、失敗と不幸の連続で運命の女神を呪ったという。ただ彼は諦めなかった。努力してダイソーが全国区になり安定した企業になっても、ここ数年前までゴルフ場に行ってもあの木で首をくくったらとか、あの崖から飛び降りたらと考えていたらしい。東京テレビカンブリア宮殿より、100円均一業にライバルが出てくると常に負けると思い込み、ダイソーは潰れると考えていた。彼が信じているのは徳を積むである。彼の父親が貧しい家から診療費を取らない他人の感謝から来ているのだろう。社長業を引退した後も、社会的弱者である障害者の雇用や障害者が活躍できる場所を提供できるように考えて行動している。それはいい人のところには同じようないいものが集まるってことで、引き寄せでもあるよ。同じ性質のものがより集まるの。類は友を呼ぶってやつ。引き寄せでは最後の最後に夜明け前が一番暗いって状況になりやすいと聞いたので、ずっと怖かった。でもいざその状況になったら、それほど精神的にきつくなかった。すでに半ば達成している実感と過去の努力に対する自信が大きいんだと思う。執着を手放すのとなんか普通に慣れてきて、どうでもよくなってきたり、やっぱ他のものの方がいいやってなるのは違うの？普通諦めるという表現になるときは、執着心はまだ残っていてほしいけど仕方なく手放す感じになる。執着心が本当になくなった場合は、この欲しいという感覚が消滅しており全く我慢していない状態だ。こういったことは特に何かをしようとしていなくても起こることがある。例えば喉が渇いていてコーラが欲しかったが、オレンジジュースが手に入って飲めたのでコーラはもういらないとか、根本の喉の渇きが解決してしまうと派生して発生していたコーラ欲が消える。その他、現状認識が変わっても同じようになることがある。例えば戦場にいていつ敵が来るかわからない状態では武器が欲しくなるかもしれない。しかし戦争は終わったというニュースを聞いたら、その欲は必要性が失われて消滅する。生き延びたいという根本の欲が満たされるためだ。エイブラハムは波動は少しずつしか上がらないと言っていた。例えばマラソン大会に出て完走したいと思った人がいるとする。その人に運動する習慣がなければいきなり42キロを走るのは無理だし、万が一走り切ったとしたら確実に体を壊すだろう。だから練習して少しずつ完走ができるような体に仕上げていく。現実世界においてはそんなこと誰もが分かっているのに、引き寄せになると私はお金持ちだなんてアファしたりするんだよね。お金持ちの思考になっていない人に宝くじとかで大金が入ると宝くじが当たる前より不幸になる人っているのはこういうことだろう。そもそも引き寄せは変化が嫌いという性質を持った潜在意識を使って変化を起こそうとしている矛盾がある。この矛盾を回避するために、小さなことからコツコツと的な意味を込めてホッとする思考を探せとエイブラハムは言ったのだと思う。思考現実だから、少しずつでも思考が変われば現実もそれに伴って変化する。潜在意識って変化が嫌いなの？脳にはホメオスタシスっていう変化にブレーキをかけて平均的な日常に留める機能がある。たとえ幸せな変化でも潜在意識にはストレスなんだよ。マリッジブルーとか。駒が回るようなもんかな。回っているので少しぐらいブレても自然に元に戻る。つまり好き嫌いの問題じゃなくてただの自然現象。アメリカでは引き寄せの法則はもう当たり前というか、ハッピーになるため成功するため教科書的な感じになってきてるんじゃないかな。 YouTube でもモチベーション上げるためのかっこいいビデオのほとんどに引き寄せの法則が取り入れられてる感触。彼女欲しいと思って、俺には彼女がいると2ヶ月くらい寝る前に思っていたら、たまたま合コンに誘われて彼女ができたことがある。今は29歳だけど、合コンに誘われたのはそれ含めて2回しかないので、引き寄せが働いたのかなと思っている。
引き寄せを信じてはいるんだけど、まだ確信とまではいかない。今叶えたいことは心の奥底で無理だと思ってしまっていて、どうすれば前向きに考えられるのか知りたい。本読め。もう一回シークレット読もうかな。確か宇宙がやってくれるから、方法などは考えずに願って信じて受け取るってイメージだったが。その通り。でも多分単に始まりはまずそこっていうことかなと解釈してる。完全にイメージできて手に入れた気になれば、自然とそちらの方向に向かって自ら努力を始めるということかなと。あと YouTube のローオブアトラクションの動画を見ると、イメージするだけで OK と言っているものはほとんど見かけなくて、イメージしてすでに自分はそうであるとアファメーションし、ゴールに向けて朝早く起きて毎日コツコツ努力しろというのが多い。イメージするだけじゃダメと言ってる。そうなんだよな。行動大切って言ってるよな。それ某掲示板で書いたらめちゃくちゃ叩かれたわ。本にはいい気分で暗示かけて、イメージングすれば棚ぼた式に願望が成就するって確か書いてあるからね。シークレットにはそう書いてあるんだけどさ、確かに出演者のボブとかジョー・ビタリーとか、後になってシークレットに大切なことイコール行動が抜けてるって言ってて、出演者の各個人の著書読んでみると、しっかり行動の大切さが章を割いて書いてあるんだけどね。行動を抑え込んでしまうような思い込みがあるのなら、まず先にそれを取り払った方がいい。例えばどんなに努力しても自分には実現できないと思い込んでいれば、やる気が出なくなって当然であり、そのまま行動しても苦痛にしかならないだろう。自分には必ずできると信じていた方が、行動は抑制されることなくスムーズになる。自分もそう思うし、その意図のつもりで書き込んだんだけども、他者をコントロールすることはできないから、自分が変わるしかないという表現もシークレットには出てくる。自分が変わると結果的に他者も変わった世界に移行するみたいな、パラレルワールドがどうとかそういうことを言う人もいる。残念ながら自己啓発本で魔法のランプみたいな体験はできなかったわ。ただ潜在意識の機能を全て否定する気もないし、アファメーション、イメージングの暗示効果はあると思うわ。メンタルヘルスには効果あると思う。それが人生の変化につながる可能性もあるとも思う。願望実現の核は結局信じることだよね。イメージが緩くとも、それで実現すると信じ抜けば実現する。逆にイメージがいくら鮮明でも、信じる心がなければ実現しない。ここを分かってないから手法のジプシーになる。最近の引き寄せ本も全てこの調子。より強い手法とやらをあれやこれやのへりくつとともに紹介しているだけ。手法はアファーメーションとビジュアリゼーション、それだけでいいんだよ。無理でしょって思ってた願いが叶った方法。百瀬の願い事手帳、トゥーデューにしないっていうのが最初はちょっと難しいね。早速20個くらい書いたけど、見事に物欲ばかりになったよ。が手に入る、が見つかる、を譲ってもらうって感じでいいんだよね。書き方はちょっと気を使うね。結局同じような文体にばかりなってしまう。があっさりと手に入るばかりとか、手に入る、見つかるは OK だと思うけど、譲ってもらうはどうなんだろう。物欲もあるけど、今のところは人間関係系がほとんど。今現在で130個。本によれば、とにかくたくさん書く、思いつく端から全部、大きな願いも小さな願いも何でも一緒でいい。大切なのはとにかく書くこと。そのために踏まなければならない手順とかプロセスとか必要な努力なんてことはとりあえず考えなくていい。ということなので、どんどん書けばいいと思われ。早速手帳を購入したよ。今日から始めるぞ。NG ワード、主体性のない言葉、漠然とした言葉。欲しい、したい、してほしい、やってもらいたい、だったらいいのに、になってほしい。曖昧な言葉、いい仕事、何か楽しいこと、何かいいこと、もっといいもの。
誰かが不幸になる書き方、病気になる、いなくなる、嫌われる、損をする、などがある。願いはなるべくわかりやすく、具体的に書いておく。願いは漠然と書くよりも、具体的にわかりやすく書く方が叶いやすく、叶った時の幸福感も大きい。OK ワード、七夕式にそうなった自分を想定できる言葉。うまくいく、手に入る、見つかる、出会う、舞い込む、実現する、になる、する、できるようになる。幸せになれる言葉、楽しく、すっきりと、すんなりと、順調に、穏やかに、幸せに、納得できる、気持ちよく、いい具合に。頃合いを示す言葉、ひょんなことから、ひょっこり、サクサクと、緩やかに、思った通りに、十分に、偶然に。出版してすぐに買ってやったけど、いくらかはかなってる。大金系は今のところまだダメだが、欲しいものは結構手に入ってるよ。それも自分で買ってじゃなく、偶然にもらったりとかで。手書きを推奨してるけど、願い事手帳をファイル名にした。テキストデータに打ち込んでもいいと思うよ。っていうか実際やってんだけど、ここに書き込んだ願いは自分でもびっくりするほどよく叶う。そのテキストをいつも PC の目に入る場所に開いておいてるから、深層意識に入り込んでるんだろう。4日前ぐらいに始めて、もう3個も叶った。嬉しいのもあるし、それ以上に楽しい。認められる、実現するといった成功視点でなくと本にあったけど、認められたいと思っていることは願いではないの。そうなったら嬉しいことを書けとあるけど、認められたいときはどう書くの？わからないことだらけ。成功視点ではなくは、他人から見てどうなのかではなく、自分としてはどうなのかという視点でということ。認められたいと思っていることは願いなので、認められたいときはで認められると書けば OK。 断言法と同じ書き方でいいのかな。〇〇になるは目標のような気もするけど、それでもいいのかな。〇〇として活躍する、〇〇になって生き生き生活しているみたいに、〇〇になった自分がどうしてるかを書くと良さそう。リストアップ法と同じっちゃ同じだわな。何でも書き出す、リストアップするし、トゥデューリストではないし、違いを挙げれば、毎日見るか見ないか。リストアップ法は毎日朝晩見る。百瀬は書いたら見なくていいし何もしない。七夕を期待するかしないか。リストアップ法は七夕は期待しない、百瀬は七夕を期待する。リストアップ法は潜在意識への指示だが、百瀬は日常生活での気づきをジャッキするカクテルパーティー効果みたいなぐらいか。リストアップ法の毎日見るってのが意外にハードルが高い。毎日見るという行為に手応えがなさすぎて続かないのだと思う。自分もそうだった。毎日見てリストアップされた事柄の実現を想像してゾクゾクできる人なら続くんだろうけど。書いた時にはゾクゾクするんだろうけど、何回か見るとそのゾクゾク感がなくなるんだよな。願い事手帳は気づいたら付け足して放置すればいいだけだから、その分楽だし、こっちの方が叶いやすいような気がする。赤ちゃんが欲しいと書いてみたら、妊娠しました。できれば女の子希望とも書いてあるんだけど、今のところ性別不明です。20前後くらいしか願い事が思いつかなくて、今は全然書いてないよ。面白かったので、ロアスレよりコピペ。以前、霊感の強い方に、あなたは引き寄せさんだと言われた。それまでは意識したことなかったけど、欲しいと思ったものは大抵手に入ってる。それは普通のことだと思っていた。その類の本は読まないのでわからないけれど、昔から欲しいと思ったものは紙に書く癖があったな。紙に欲しいものをイメージした絵だったり、その名称だったり、様々手に入ったら、そのメモは捨てる、また書くの繰り返し。時にはカレンダーの裏にデカデカと、今年はこうするみたいな目標めいたものを書いて部屋に貼っていたりもした。難しいことはわからないけど、深く考えないでしているかな。欲しいものを考えてる時は楽しいし、それが実現すると素直に嬉しいし。たまたま見たスレですが、これも引き寄せなのかも。
参考になれば幸いです。いいものを引き寄せて幸せになろう。私も書くの合ってるかも。昔なんとなく欲しいもの書いてたノート見たら8割手に入れてた。その頃は引き寄せとか知らなかったけど。すごい痛いんだけど、好きな人と付き合えたらこんなところに行ってこんな会話をしてみたいなことも物語帳に書いていて、忘れてた頃に見返したら本当に実現しててびっくりした。高い手帳じゃなくて100円のノートに10年くらい前に願い事書いて放っておいた。最近机の奥から発掘して読んだらかなり無理めのことも叶ってた。夫の開業のこと、立地や周辺状況の希望とかもほぼドンピシャ。収入、貯蓄に関すること、子供の教育に関すること、と。持ち家についてはまだ叶ってないけど、実家を相続する可能性があるので重要ではない。現在住んでる当時はほぼ無理と思ってた地域に、ペットとピアノ科のこれ以上ない賃貸物件に縁があったのは奇跡的に叶ってる。期限は限定しなかった。形にとらわれずにとにかく書くことが具現化する通過点ではないかな。断言法、塩まじ、リストアップ、イメージング、ロア、マーフィー、あらゆる方法を試したが一つも叶わなかった私が来ましたよ。こんなに手軽で楽しい方法を教えてくれた人、本当にありがとう。小さな願いから懇願してきたことなど少しずつ叶ってきてます。過去1年やってきたものが今さら効果を表したのかとも思えるけど、いや、やっぱりこの方法のおかげだ。願望に近づいたと思ったら印と日付、報告を書く。これが結構楽しい。少しずつ近づいているなぁという実感が湧く。もともとありえないほどネガティブ妄想が激しい私、褒め言葉を嫌味じゃないかと思うほどひねくれていたので、やれシンクロだとか好転反応だとか言われても、そんなこと言ったって叶わないものは叶わないと思っていた。そんな私でももしかしたら叶うかもと思ってしまうし、実際叶った。このスレをここに立ててくれた人、そのきっかけをくれた人にお礼を言いたい。おめでとう。よかったね。これからもどんどん叶っていくといいね。何もしないで願いを叶える方法。一時期日本でもディルバートの法則という本が話題になった。その中の一つにディルバートの未来予測21世紀における愚の繁栄、スコット・アダムスというものがある。もっぱら面白おかしく笑い飛ばす漫画だが、付録に著者が実行した結果自身の成功につながったという方法が書かれている。本が手元にないので正確ではないかもしれないが、ノートに実現してほしい事柄を毎日15回書くだけ。願いや願望ではなく具体的に断言しないとダメ。例えば、私〇〇は漫画家として成功するなど、時期を区切ってはいけない。これを毎日15回毎日書くだけでそれが実現するというもの。実現すると信じていなくても半信半疑でも構わないという。著者はこうして漫画家として大成功を収めたのだという。この本を読み、この方法を実践した人いる。この本の本当の肝は巻末にある付録 A である。断言法という技術について書かれている。自分の思考により環境を制御できる技術、つまり自分の願望を叶える方法。これが優れているのは自己暗示的なポジティブな思考を強制されないことだ。人を目標に集中させるだけというものじゃなくて、直接環境に影響を与えているらしい。当然信仰心もいらない。それは偶然のような形をとって現れるのだ。いろいろ試してみたが、私個人については 70% ぐらいの成功率だ。欲しいものがあったので試してみたのだ。あと新たに借りる予定の部屋もこれで見つけた。いや、見つけたというより向こうから見つけられたのだ。ちなみに成功しなかったものもある。本書の中で勧められていない対象にもあえて試してみたのだ。具体的な例や成功しにくい対象については本書に書かれている。特別な努力や才能はいらない。何かの会員に入る必要とか教材を買う必要もない。書籍代のみで楽しめる。
結構ドキドキものだ。これって潜在意識を活用しているってことですよね。いっぱい書いたらダメ。願い事をいくつもという意味なら一つにした方がいいのかもしれないけど、特にそんなことまで書かれていなかった気もするから複数でも問題ないのかな。こうなりたいという願望ではなく、こうなると具体的に書けと書いてあった気がする。私〇〇は BMW を手に入れて乗り回す。私〇〇は BMW を手に入れて乗り回す。私〇〇は BMW を手に入れて乗り回すとか、こんな感じで。どれくらいの期間で実現するのかはわからないけど、少なくとも1から2ヶ月は毎日続けないと。書くことに意味があるのね。よし、今から始めよっと。この方法っていいなと思ったのは、書き続けるだけでもかなり根気がいることがわかる点だね。面白半分にモテている自分を書いてみたけど、実現する前に飽きてしまった。つまり、そんなの実現させたいのかよという反省が出てくる。願望を実現するやつというのは、願望を反省しないか地道な人に限られるというのは真理かもしれん。潜在意識の方に書いたことあったと思うけど、復縁ならあっさり叶った。それまで4年苦しんだんだが、相手を思うとあまりにも落ちてしまうんで、妄想で慰めようと復縁のシナリオを紙につらつら書き殴った。再会は予言でもしたかのように同じストーリーだったよ。復縁叶ったんだ、すごい。コツは？コツと言われるとわからないな。ただものすごく感情込めて書いてた。幸せなストーリーなのに涙ボロボロこぼしてた。書き終えた後は4年ぶりの幸福感があった。復縁そのものよりも強い幸福感だったな。自分はもう大丈夫だろうって気がした。それだ、感情、そして幸福感。瞑想するにしても感情や幸せという実感が鍵と言われてるらしいから、いいヒントありがとう。その復縁のシナリオは毎日同じ文章を書き続けたの？それとも変化あるなし関わらず、復縁してそれからの日々の情景を毎日考えて書き続けたのですか？いつもそのことが引っかかって書き出すのに躊躇してしまうんです。よかったら教えてください。シナリオ書いたのは一度きりだよ。一度書いたら気持ちが晴れた。2年くらい音信不通だったのが、書いたら即復縁だからね。シナリオのおかげとしか思えない。信じてみてよ。損は何もないんだから。ワードとかの文章ソフトとかはダメ。リストアップ法の延長線上で暇な時ひたすらキーボード叩いてるんだが、同じことを延々と1時間もあれば200回打てる。15回書くよりも効果ありそうだけど、どうでしょう？原書にはこうある。別に書こうがタイプしようが関係ないんじゃない？そんなので左右されるような脆い方法じゃないからね。これは俺の意訳だけど。書くって言っても、丁寧に書かないと意味がないとか、書き殴りの汚ねえ字だと効果がないとか、そんなことはないよね。それが心配だ。もともと悪質の上に書いているうちにどんどん字が汚くなっていく。このスレから誰か成功者が出てくればいろいろ聞けるんだが、30日からやり始めたけど、サボってまだ2回しかやってないし。タイプはタイプで続けることにするよ。何にしても潜在意識への語りかけって意味では、どんなこともしないよりは絶対プラスになってるはずだし。さっき15回書いてみた。普段書くよりも遅めで丁寧に。ワードなら新規保存しないで速攻で消せるから楽なんだけど、紙だと残っちゃうから管理が大変。捨てるにもシュレッダーに入れないとなんか不安だし、何より毎日続くかどうかの方が不安だ。リストアップ、瞑想、タイプ、手書き、さあ叶ってくれ。なんだ、これならどっかのバカ高い教材なんていらないじゃん。このスレ見て自分がした方法と似てるなって思ったから書き込む。その方法とは、知人や友達宛にまるで願望が実現した後にそれを知らせる旨を書いたような手紙を書くこと。実際は出さない。自分はこれで彼氏ができた。このスレの方法に似てるなぁと思ったのでコピペ。ニートだった頃、遊べる友達もいないし、昼夜逆転生活で2ちゃんくらいしかすることなくて、
毎日虚しかったけど、ある時おかいたの運骨すれで紹介されていた本を買って読むと、言霊を利用すると人生が開ける。成功者は自分の夢を紙に書いたり言ったりする習慣を持っているみたいなことが書いてあって、早速真似をしてみました。毎日ノートに、私は両親や祖母が健在なうちに彼らも自分も幸せを実感できる生き方をするようになりましたとか、面接を受けて採用されましたとか書きました。でも書くだけで具体的な行動は何も起こしませんでした。起こさないばかりか、まだどこにも勤めていないのに仕事で認められましたとか、人間関係は平穏ですとか、自分が働いていることを前提とした願い事を思いつくまま毎日ノートに書いていました。そのうちだんだんと本当に面接を受けようという気になって、まず伸ばし放題だった髪を切り、次に履歴書用の写真を撮り、バイト情報誌を読むようになりました。ゆっくりとですが無理なく自然と支度が整っていく感じでした。そしてある店の面接を受けて本当に採用され、晴れて脱ニートできたわけですが、私が働くことになった店は店員同士の仲が良く、雰囲気がまったりしています。それにみんな新人を丁寧に育ててくれます。ノートに書いていた通り、人間関係が平穏なのです。2ヶ月ほど勤めて店長や先輩から仕事ができると認めてもらえるようになったし、ニート時代にノートに書いていたことは一つ一つ確実に叶っています。何か叶えたい願い事のある人は、私のようにノートに書いてみるといいかもしれません。言霊の力で開運するかも。書き出してから3日で願いが叶ったよ。好きな人とデートすることになりました。相手は仕事が忙しい、遠距離でなかなか会えないんだけど、今さっきメールでデートが決まりました。こんなすぐ叶うんだったら、デートするじゃなくて恋人になるって書いときゃよかった。とにかくこの方法を教えてくれたスレ主に感謝感謝です。ありがとう。きた。例えばメモ帳に10回書いて、その書いた紙をすぐに捨てても効果に変わりはないでしょうか。書くことに意味があるんだから、すぐ捨てても大丈夫だよ。上の方でも紙切れでも何でもいいから、とにかく毎日書くことってあるし。何この稀に見る紙すれ、俺もやろ。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。